ヤマピーは一つよ。でもあんだけ勝ってたら別に何のキャラ使ってようが一つよではあるんだけど。まあでもな、やっぱ日本でも海外でも、まあ、あんだけ勝ったやつがいるってことはまあ強いんだろうな。その場がいかんのやめてください、オンラインで。スマバトはあんま見てない。まあなんか、あ、そういえばスマバトやってたわっつって、まあちょいちょい開いて、ちょいちょい開いて見て閉じて、あ、そういえばスマバトやってたわっつって、ちょいちょい開いて閉じてみたいなの繰り返し、大体そんな感じ。まあ、別のことしてたから常に見てたってよりは、たまになんか開いてみたいな、そういうの繰り返しかな、大体は。まあ結果だけ追ってるぐらいの感じや。ハシーも相変わらず強かったね。なんかすげえ裏走ってなんだけですけど、結果だけ大おじさんだったから。え、なんだ。600円でそんなにもいろんな恩恵が。足もマジでやっぱね、これ最近強すぎるな、ほんまに。マジで次やったら勝てる気しねえわ、強すぎて。どうやって勝ったの、むしろ。あらあれ、まん。ロボリュウはどうなんですか？もう5分ぐらいじゃない？別に有利な要素も、不利な要素も、お互いそこまでなさそう。チームが、な、試合見れば見るほどリュウとかいうキャラがクソっていうキャラに見えてくるよな。なんか。リュウぶっ壊れじゃないって見えてくるもんな、急に。なんか体力差やべえもん、相手のキャラとの。竜って、まあ、復帰はちょっと怪しいけどさ、なんかあいつ自体そもそも、重いじゃん。重いキャラだから、結構。重量級とまではいかなくても、まあ、準重量級ぐらいの重さはあるわけじゃん、あいつ。それでいて、破壊力だからさ、なんか普通にやったら普通のキャラとの体力差やばいんだよね、やっぱ。なんか前俺がシーモと大会だった時は、まあ、なんとか復帰阻止をすげえ噛み合わせて、かなり復帰阻止でぼったくったから、まあ、なんとかその体力差っていう概念を埋めれたからまだ良かったけど、なんか今後なんか対戦して、なんか復帰阻止噛み合わねえな、みたいな。なったら、まあ、普通に勝てないだろうな。感じはする、正直。まあ、だいぶ復帰阻止でぼったくったかなーって感じ、前は。なんであんな空砲当たるんだろう。空砲は当たるよ、普通に。だって発生早いし。発生早いし、竜の機動力も早いし。まあ、普通のキャラに比べたら別に空砲当てやすい方じゃない。まあ、ちょっと、なんか操作だけちょっと鬱陶しいだけだよね。
自動振り向きのせいで、その操作面がちょっとだけだるいだけで、空母の性能も竜の空中機動力も含めたら、まあ、かなり当てやすい方じゃない。リュウって空中機動力はマジで全キャラ中でもかなり上から数えた方が早いから、打ち方にまあ工夫はできるよね。まあ植木さんも確かになんか結構勝ってる気がするな。なんか優勝してたよね。 なんか忘れたけど、まあ大会だけど、大会に行くってよりはなんか俺の中では普通に海外のやつらと久々にスマブラしに行くぐらいの感覚だけど、まあ大会も頑張るよね、言うて、まあ、調整はもちろんある程度はしていくけど、まあ、普通に向こうの人とそんな、まあ言うてサミットみたいな感じだからさ、まあ向こう行っていろんな人とフリーできるだろうっていう感じで、まあ行くのはあるよね。まあ俺がピットにして変えてからさ、海外に行ったのがまだジェネシスぐらい。で、ジェネシス行った時は向こうの人たちとフリーとか全然しなかったから、まあ、ピットでいろんな人とフリーするのは多分ほぼ初めてレベルじゃないか。まあ普通にやるのが楽しみだなっていうのの反面、まあ、大会は怖いね、勝てるかどうかは。まあやれると思うけど、いやもう死んでるやん。もっと大概出てほしい。まあそれはどうだろう。何これ最近見てて思うけど、ダクさん海外の方が勝てそう。海外の方が勝てる。毎回俺トップ8入ってんのに、ね、それ優勝やん海外行ったら。ええ、強いぞなんだかんだ言って。いやむしろやっぱピットで対戦するって考えた時に、なんか正直その第一戦級の立ち回りの強さを持ってるやつらとかと、なんか順当にやった時に、普通に、なんか別に何事もなかったかのように普通に負ける可能性全然あるからな。なんかこの日本っていう国でさ、なんか単純なそのスマブラとしてのフィジカルで劣ってるプレイヤー上げろって言われても、まああんまどうだろうなーって感じだけど、正直。まあ普通に俺のキャラ対策不足とか、相性云々とかで負けることともあるし、まあ実力が近いと、まあ、勝ったり負けたりもあるだろうから、まあ、そういうのはあるだろうけど、まあ、ライトのフォックスとかさ、あとはツイークのディディとか、ポーラのロイとか、なんかこの辺と対戦してさ、普通にスマブラした時に、あいつらマジで終わってるぐらい強いからさ、ピットという、まあ普通にスマブラをする平凡なキャラが、ちゃんと普通にただ負けて帰ってくる可能性全然あるんだよな。